はい、チャラリンコ。今日もね、いつものホームグラウンド来てね、遊びに来ました。いや今日もね、朝まずめサビキで、まあ、アジとかイワシとか釣ったら、それを泳がせてね、なんかやっていこうと思います。釣れました。下にね、ハオコゼがついてるのよ。下にハオコゼがついてて、これはね、ハオコゼは触らないようにしてください。毒があります。これね、ヒレにね、毒があるんで、ヒレに毒があります。ウルメイワシで、上にね、シコイワシがついてる。カタクチイワシが上についてる。すぐ出な。今6時45分。今日はね、なんか短い。場所が悪いのかな。アジが少ないんですよ。アジが少なくて、イワシがポツポツ釣れたんだけど、もう地合いが終わっちゃったんですよね。で、これ、リスナーさんからいただきました。ありがとうございます。今リスナーさんが、はい、なんかこう自作したハリ外しをくれると言っていただきました。いつも手で外してるのを見てたもんで、はい、たまにこういうなんかこういうやつ使うんですけど、はい、基本手で何でも触っちゃってもいいですか。全然、すみません、ありがとうございます。これこうに引っ掛けるんですね。ハリにこう引っ掛けてやって、ちょっとこう持ち上げてやって、コントロールやると魚の自重で手がこういう形になるんで、ありがとうございます。大事にじゃあ使ってもらいます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。すみません、なんか何も今日持ってなくてごめんなさい。よくあげてもらえれば、それでいつも本当楽しんでますんで。ありがとうございます。なんかね、今日はもう当たりピタッと止まったんですよ。7時半だけど。で、今日なんかリスナーさんにね、いろんなものをいただいたんで、魚はあんま釣れなかったけど、なんかいろんなものをいただいちゃって、大漁みたいな感じで。はい、じゃあ、はい、それじゃね、釣りから帰ってきました。で、本日の釣果はこちらでーす。ソーダガツオとね、イナダのでかいの。ってことでね、っていうのは嘘。ね、なわけないんですね。これね。はい、実際釣った魚こっちっすね。キュウセンベラにアジにウルメイワシ。ね、ウルメイワシがね、5、6、7、8、10匹ぐらいとね、10匹ぐらいかとサッパが1匹で、アジが3匹釣ったんだけど、まあ泳がせとかね、ちょっといろいろあって2匹逃がしちゃったりして、で、こんな感じですね。はい、で今日はね、イワシをね、アヒージョっていうか、こうイワシのねオイル漬け、ね、すごくワインに合うんですよ。うん、オイルサーディンみたいなね、このウルメイワシで作っていこうと思います。チャラリンコクッキング。はい、じゃあね、ウルメイワシ、12匹ですね。約ね、12、3センチぐらいかな。ね、それが12匹と。まあ、オイルサーディンってね、すごい簡単なんですよ。うん、すごい簡単にできるんで、まあ、スーパーで売ってるね、イワシとか、スーパーで開きになってるやつとか買うとね、すごい楽です。で、まあ、手開きでもいいんだけど、ね、手開きでもいいんだけど、包丁使った方が綺麗にできるんで、頭とね、尻尾を落とします。まあ、鱗はちょっとね、水で洗って落とすような感じで。こんな感じに包丁を入れて、こっちね。で、こっちに骨と一緒に、こう、綿も一緒に取ってやる。はい。で、これがね、もう、包丁で開くやり方。簡単なんですよ。で、綿もね、一緒に取れるんで、こんな感じです。おっと、尻尾の方。こっちから、ちょっとこういう感じに、包丁をスッと入れてやる。はい。そしたら、こっち。中骨と一緒にお腹を落とすっていう感じですね。手開きよりも綺麗。綺麗にね、イワシが開けるんで。
はい、したらね、今度はね 10% の塩水使います。塩が小さじ2杯、小さじ2杯の塩に水 100ml、 はい、これで 10% の塩水ですね。はい、これをね、イワシを入れていきます。で、この塩水につけるっていう感じですね。で、大体20分から30分。あ、これ、ウルメイワシなんで、まあ、20分ぐらいね、つけとけば OK です。はい、じゃあ20分置きます。ちょっとね、冷蔵庫入れておきます。じゃあね、20分経ちました。で、この漬け込む時間は、味がしっかり濃い味にしたい人は30分。で、まあ、今回は20分で。結構ウルメだからね、すぐ味染み込むと思うんですよ。で、これちょっとね、表面に鱗とか残ってる場合があるんで、それをちょっとね、洗ってやって水気を切っていきます。うん、こんな感じで。で、これでね、まあ臭みとかもね、鱗と臭みがこれで取れるんで、はい、こんな感じです。ちょっと上からもちょっとリードペーパーかまして、ここでしっかり水分をね拭き取ってやるっていうのがポイントですね。ここで余計な水分をしっかり取っちゃいます。はい、じゃあね、ちょっとね、オリーブオイル、オリーブオイルを 100ml 入れます。で、火にかけて、もうね、こういう卵焼きのフライパンとかね、そういうのでね、全然 OK です。で、ニンニク入れていきます。入れましたと。はい、したらちょっと火を弱くしてね、超弱火。はい、で、ローズマリーじゃない、ローリエですね。ローリエを入れます。であればね、タイム、ちょっとね、僕がよく行くスーパーにタイムが置いてないんですよ。で、ここであればタイムとかね、フェンネル、ローズマリー、お好みのものを入れてください。まあ、ローリエとタイムがおすすめです。イワシのオイルサーディンは、ローリエとタイムを入れればすごく良くなるんで、まあ、なければローリエだけでもね、ニンニク唐辛子ローリエだけで十分うまいんですよ。感じで、約10分。うん。だからちょっとちげえな。やっぱりね、温度、最初の温度が高すぎたね。もうニンニクも、もう材料全部入れてじっくりもう70度ぐらいで10分とか、そういう感じで良かった感じですね。もう60度とか70度で10分とかで良かったな、このイワシの場合は。まあちょっとね、今回失敗ですね。食ってみます。うん、味は美味しい。味は美味しいですね。いい塩味。うまい。これ普通にパンとか挟んでも全然うまいですよ。うん。あ、オイルサーディンだ、味は。食ったら全然うまい。うん。バッチリじゃないですか。まぁ、ちょっと売ってるね、市販されてるオイルサーディンとはちょっと違うけど、まぁ、これはこれでありですね。うまいっす。今日、釣りに行ってね、おつまみで出そうと思います。うん、まあオイルサーディンとはちょっと違うけど、味は悪くない。うん、まあちょっとまた研究してね、より美味しいイワシのオイル漬けを、作ってみたいと思います。うん、まあこれちょっとね、今回はこんな感じで。うん、まあでもね、味はいいんですよ。味は美味しくいった。ただ最後の火の入れ加減がね、ちょっと納得しなかっただけです。うん、まあいいや、また、挑戦。